フェルミ研究所へようこそ。こんばんは。たまに視界に現れる謎のブヨブヨした物体を見たことはありませんか？何かの電磁波なのか、寄生虫なのか、もしくは蜃気楼なのかと気になって目で追いかけるも逃げていく不思議な物体ですが、あの物体は電磁波でも幻でもありません。今回は目の中に浮かんでいる謎の物体の正体を解き明かしていきましょう。あのブヨブヨした浮遊体の正体はムスカイボリタンテスと言います。ムスカイボリタンテスは赤血球またはタンパク質の塊で構成されているもので、眼球内の透明なゼリー状の組織である小視体の中を浮遊しています。目で追っても目の動きに合わせて一緒に移動してくるのは、あの浮遊物が目の中にあるからです。しかしあの浮遊物が常に見えるという人はいませんよね。それは脳が常にこの浮遊物が気になって仕方がないような事態にならないためにないものとして処理してくれているからです。しかしたまにはっきりと見える時がありますよね。それはムスカイボリタンテスが大きくはっきりと見える環境にいるからです。ライトの下に手をかざして机に映る影を見た時、手が机に近いほど影の輪郭がはっきりするのと同じで、このムスカイボリタンテスが光や色を感じ取る網膜に近い位置にあるほど、しっかりとこの物質を見ることができます。それにプラスして均一の明るいディスプレイやよく晴れた青空を眺めた時に、小視帯に浮かんでいるムスカイボリタンテスの影が網膜に映し出されることで浮遊物を認識しやすくなります。これらの現象は誰にでも起こる生理現象なので、目薬を打ったり目をこすったりする必要はありません。ただし透明の浮遊物が明るい場所以外でも日常的に見えたり、あまりに大量に見える場合は網膜裂孔、網膜剥離といった重大な疾患の可能性もあるので、すぐに治療を受ける必要があります。ちなみにムスカイボリタンテスは小視帯を手術することで消すことができ、治療に特化したレーザー機器も開発されています。今日の授業は終わり。また来てね。